い、皆さんこんにちは。今回は池袋にあるミュージックカフェバーワンズへ行ってきました。 DJ 会話だと知る人ぞ知るお店で、重点を含めた高音質で音楽を楽しみたい方や、まあ、DJ さんまだイベントをしたい方にとっては必見のお店かなと思います。それでは早速行ってみましょう。池袋へレッツゴー。さあ早速やってまいりました。こちらがお店の入る建物ですね。中に入っていきましょう。4階にあります。はい、ということでこちらが今回ご紹介するミュージックカフェバーワンズさんです。入り口左手にはアルコール消毒、感染防止徹底宣言ステッカー、そして感染対策のお知らせがありますね。この時のエントリーは1500円ワンドリンクです。では早速中に入っていきましょう。全体の内装がこんな感じ。とても綺麗ですよね。部屋の中を進んでいきましょう。バーカウンターの左手には真っ赤なレザーソファーが2つとテーブルが1つ、その奥にも同じものが1セットずつ、右奥にも大きな茶色のレザーソファーが1つとテーブルが1つ、そして奥の真ん中に DJ ブースがあります。 VJ 用のディスプレイがかなり大きいので迫力がありますね。 DJ ブース左横の通路を進んでいくとトイレがあります。まずこの気になる赤色のレザーソファーを見ていきましょう。映像で見ても分かるようにとても豪華で存在感があります。手の感触はこんな感じ。次にバーカウンターを見ていきましょう。こちらもとてもシックな作りになっていて、椅子もアンティークさながらです。お酒の相場は750円から850円くらい、ソフトドリンクは600円です。電子マネーはペイペイが使えて、クレジットカードも使えます。順番が前後してしまいましたが、入店時は検温を行います。入り口だけでなく店内にもアルコール洗浄ハンドジェルが置いてあります。空気清浄機も完備。続いてバー左横のテーブルセット、このレザーソファーもかなり大きくゆったり座れます。手で触った感触がこのような感じ。そしてもう入った時から感じたんですが、レトロ感が満載なんですね。まるでヨーロッパにいるようとは大げさでしょうか。ちなみにここにある家具や装飾のほとんどは店長ご自身で集められたそうです。店内にはハンガーラックもありますし、お店限定の T シャツも販売してますね。なんとガチャガチャもありました。1回500円で中に何が入っているのか興味が湧きますね。さあ DJ ブースを見ていきましょう。ビッグなモニターの前にはずらりと機材が並んでますね。 CDJ は 2000NEXUS2 が左右に2つ、そしてその左横には XDJ1000MK2、 DJM は 900NEXUS2、ターンテーブルはパイオニアの PLX500 が左右に2つ、そしてこちらが VJ 用の超特大ディスプレイ。映像を通してもこの迫力です。スピーカーはモニター用に1つ、ディスプレイの左右に2つ、 DJ ブースの真ん中には大きなウーハーが2つあります。DJ ブースの脇にある緑の造花がおしゃれでフレッシュな雰囲気を醸し出してます。ちなみに入り口の右側には喫煙スペースがあります。少々狭いので1回の制限時間がありますね。中はこんな感じになってます。最後にスタッフさんの紹介です。こちらが店長のヘイさんです。真面目かと思いきやこういった遊び心がある方です。そしてこちらがスタッフのゆうやさんです。
店長がふざけたので真面目に行こうっていう感じですね。イベントの告知がずらり。特に水曜日と土曜日はクラブに様変わりするらしいですよ。パーティーや忘年会、貸し切りなど幅広く対応されているそうです。興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は特別に営業時間外で撮らせていただいたんですけども、イベントなどがあるときはあの空間がもっと賑やかになるそうなので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。また今後もこのような動画をたくさん作っていきますので、もし気に入ってくれた方はいいねやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回は以上となります。また次回も楽しみに。I'm running, running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the street.